シェア。はい、皆さんこんばんは。ミュージックシェアの時間です。この番組は世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組となっております。はい、司会の本田道夫です。同じく司会の萩原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。萩原さんはですね、ちょっとあだ名をつけて、相性をね、いきなりそんな話から始めるんだまあいいけど、はい、ヨーカみたいな話になって、はい、相性つけてください。はい、ハギっていうのでいいですか？いいですよ。ちょっとだけ照れるけど、ちょっとだけはにかみながら僕は話すことにします、今日は。はい、ハギということで。よろしくお願いします。はい、でですね、はい、今回は、はい、ガールズトークの、はい、に、コンピレーションのね、のアルバムですね、アルバムの中に、はい、収録されてやはる、ミュージシャンをお迎えしていたりするんですけど、はい、2組ね。そうですね。はい、でガールズトークって何やっていう話ですね。そもそも何なんだと、その CD であるけれども、はい、あなたの手元の資料を読んでみてください。はい、すいません、はい、読ませてもらいます。どこ読む、あ、渋谷チェルシーホテルの水曜日、あの無料のイベントの、あ、ライブイベントの企画でやったはったやつなんですね。なんか去年の4月からスタートしていて、まあ、あのアイドルではない、で巷で話題のガーリー系アーティストによるライブ。面白いですよね、そのくくり方がね、うん、なんかね。そうですね、うん、アイドルではないと、うんうん、まあ、うちの番組もなかなかね、うん、そういうところで言うと、はいはい、割と変なミュージシャンが出る。まあ、そうですね、まあ、なんかやっぱり世界に誇れるってことはやっぱりどっかしら尖った人たちが出るわけなんで。そうですね、ちょっと ね、なんかね、偉そうに言い過ぎてるかな感は。まあいいんですよ、そういうのは言っとかないと今反省してもしょうがないから、そこは後で話しましょう。はい、はい、で、まあそういうことで、私などこまで言ったっけ、どこまで言ったんでしょうね、うん、あのガーリー系、うん、っていうところまで言いましたよ。で、仕掛け人が1万人の夏フェスベイキャンプを主催しているあの AT フィールド。なるほどなるほど。で、なんやっていうのは、あのバップさんのところから、はい、そのこのコンピレーションアルバム出てるわけですよね。はい、で、まあ、あの私たちは初めて、はい、この間、いつやったっけ、先月か、先月ですね、であのミュージックシェアの出張版というのをやりましてですね、ね、初めて出張で、はい、配信、生配信をね、そうですね、したんですけど、このガールズトークのその、コンピのアルバムの発売、レコ発イベントに、うん、あの僕らあの出張で1日だけ参加させてもらって、うん、あのそこで映像を出させてもらったという感じですね。うん、で、まあ、その、先月撮ってきた映像を見ながらちょっと今日はお話を伺っていけたらと思います。ということで早速あのお待たせいたしました、はい、一発目の一組目の、はい、ミュージシャンゲストですね、はい、現役の OL のエレクトロラップユニット、ラップユニットカリスマドットコムさんのお二人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかでもなんて言うんでしょう、こんな至近距離で多分お会いできるのはもう最後のチャンスなんだろうな。そうですね、もう多分最後でしょうねどん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 ね、もうこう盛り上がってる感半端ないじゃないですか、なんかカリスマドットコムさんって。そうなんですか。そんな気がします。はい、そうですね、もう距離感ありますもんね。そうね、なんかちょっとね、うん、ドキドキしてるもんね。ドキドキして私もドキドキしてますけど、ね、うん、ドキドキしてるから最初に5分ぐらいなんか違う話をしなきゃダメだったっちょっと準備してこうね、エンジンかけていこうかみたいな、はい、っていう感じなんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの現役 OL さんっていうところって割とこうなんだろうな、キャッチーな感じの部分だと思うんですけど、はい、仕事終わりで来られるんですか、それとも有給とかでライブとかでやられるんですか。あの時間にもよるんですけど、はい、なるべく出社して、はい、できる時間までは働いてます。働いて、はい、素晴らしいですね、はい、やっぱり、ね、はい、あ、お二人とも今日もその仕事終わりで来てくれはったんですか。はい、そうです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様ですじゃああれですかね、まずあの結成の経緯とか伺ったりしてもいいですかね、はい、どんな経緯でカリスマドットコムさんやられたのか。私たちあの中学からの同級生で中高が一緒で、そこでもずっと友達だったんですけど、大学に入っていつかが先に音楽を始めて、
まあ、いろいろあって3年前に結成しました。すげえ省略しましたね。すごいね。めっちゃ疲れですね。多分昼の仕事の疲れで3年を省略する端折り方が半端なかったこの野郎仕事終わりですからね。そのぐらいの感じはあっても眠いのかな。眠くないですね。3年前2011年に結成しました。はい、はい、ほんまにその説明だけで終わりな感じで。先にバンドを始めてたんですよ。はい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 、はい、ゴロゴロ出てくそんな短くなかったよ私たちの歴史はちゃんと言ってよ。バンドなんかそんな感じしてました。あのこの間ライブ拝見した時も、はい、僕のツッコミなんだろうなみたいな、ね、そうです。そんな私ツッコミキャラじゃないんですけど。ないのにも変わらずガンガンボケを投げてくるので。そうですよね。なんかすごい自由自在に投げる感じしますもんね。そうですね。なんかねゴンチさんね、はい、うん、それで、はい、だいたい肘つきながら喋ってるしね。違います。どうしたの？何？お腹痛い？バンドを始めてたのがいつかで最近、はいはいはい、で、あの違うグループラップを始めるってなった時に、はい、私が暇にしてたので誘ってくれたっていうのが。それまではやられてなかったんですか？全然やってないです。あ、あの DJ とかも全然やってなかったんですか？はい、やってなかったです。はい、じゃあそのいつかさんと一緒にやること、はい、にしてから覚え始めたみたいな。あのお兄ちゃんが兄があのターンテーブルを持っていて、うんうんうん、それが理由で誘ったって後々言ってたんですけど。ああなるほど。ターンテーブル目当てで。確かに言ってたよ。持ってるからしっかり者ですね。機材あるねゴンチンチって。まあでも結構そういうバンドって多いですよね。あいつ機材持ってるからあいつ一緒にやろうぜみたいな。うん、ドラムとか特にそういうの多いよね。そうそうそう、バンドだとドラム持ってるしみたいな。最初から2人でやられてたんですか？最初はあのシンガーの女の子がいたんですけど、はい、あ、そうなんですね。はい、あの抜けて今の2人体制になります。はい、飯塚さんは、はい、音楽ってどんぐらいからやってはるんですか？はい、私はあのバンドを始めたのが大学生の頃だったので。そうなんですか。はい、そんなに早くはないと思うんですけど。もういきなりラップ？いや、あの本当に歌を歌ってるつもりが全然音を外れてるぞってメンバーに言われてあれっつって、ラップじゃねえお前のって言われて。あ、自分で歌ってるつもりやったのに、 それが周りにはラップに聞こえたみたいなことなんですか？そうなんですよ。すげえ。結構歌い上げてるつもりだったんですけど。最初にその一緒にやられる前にやられてたバンドは、はい、ラップではないバンドだったんですか？ラップじゃないと思ってたんですけど。どんな自分的にはラップじゃない。ラップじゃない。すごい。ジャンル的にはどういう歌やったんですか？私はよくわかんないジャンルだったんですけど、パンク系って思ってたんですけど。パンク系。他のメンバーはロックだって言ってました。なるほど。でも聴いてる方はラップみたいな。そうですね。すげえ、それすごい聴いてみたい。それはそれでちょっとすごい興味ありますね。なんかね、めっちゃ興味ある。そこからその一緒にやられて、はい、曲作りはどんな感じで担当されたりしてるんですか？ですね、あのトラックメーカーさんにトラックを作っていただいて、あの私がメロディーと歌詞を載せるっていうのを、はいはい、いつもそういう形で作らせていただいてますね。なるほど。歌詞って言うんですか？ライムっていうんですか？はい、歌詞っていうんですか？リリック。リリックは、はいはい、結構、はい、なんていうか勝負してるというか、はい、挑戦的というか、はい、ああいうのっていうのは、はい、いつ思いつくもんなんですかね？いや、もう本当にさって普段生活してる中で突然湧いてきますね。じゃあちょっとなんか仕事中の伝言メモに書いちゃったりとか、そんなする感じですか？ね、伝言メモだとちょっと痕跡が残っちゃうあの自分のアドレスのパソコンに打ち込んだりはします。あ、なるほど、はい、なるほど。それは一応ちょっと別にしながら、ね、そうですね、やっていく感じで、はい、なんかこう仕事中に、はい、めっちゃムカつくなあの上司みたいなのとか、はいはい、の時にこう、はい、うわーってなったのがこう込められてたりとか、そういうことでもない？そうですね、あんまり大きい声では言えないんですけど、はい、そりゃそうだね、はい、あんまり大きい声では言えないんですけど、はい、そうだったりします。あ、はっきりおっしゃいましたね、はい、そうだったりもします。なるほどね、はい、あとカリスマ .com さんってその、はい、なんでしょう、名前というかユニット名すごいなんか面白い名前だと思うんですけど、
それはどういうなんか経緯、今すごい今起きたみたいな感じになりましたけど、ゴンチさん、はい、来ましたみたいな、ね、寝てましたみたいな感じでしたけど、知ってます、寝てないのは知ってます、はい、大丈夫です。突っ込もうと思ったの、突っ込もうと思ったの。いや今カルシマ.comその名前のね命名の話振ったらすごい急に顔が笑顔になって、私も隣で、あ、私の番来たっていう感じがすごいしたんで、大丈夫だよ、はい、大丈夫、大丈夫、どうぞというわけでお願いします。まあ私が決めたんじゃないんですけど、しかもね、しかも私が決めたわけじゃない、その答え知ってる的なね話したくてしょうがないわけですよね今ね、言うことは知ってると思って、はい、お願いします。カリスマっていう言葉がいつかの方周りで当時流行ってて、なんか仲間内で流行る言葉ってありますもんね、なんかね、人とか物とかかっこいいものに対して言ってて、その流れで名前つけるときに、じゃあカリスマでよくないみたいになって、ドットコムはあのカンパニーの略だと思ってて、あの違ったんですけど、はいはい、あのみんなかっこいいものが集まればいいな、会社みたく集まればいいってことで、ドットコムつけたんですけど、なんかロゴも可愛いですよね、あのなんか視力検査みたいな、このシートシート、はい、あのあれはあれ何なんですか、あれ作っていただいたんです、はい、なんか一応上と下向いてるんですけど、あ、向いてないか、向いてる、向いてます、上と下向いてるんですけど、ロゴは一応なんかこうあんまり良くないサインの現れなんですけど、それで反骨精神みたいのを表してる、ね、あ、なるほどなるほど、はい、そこにそのちょっと毒気みたいなところも入れ込みつつ、はいはいはい、そうですね、そうだけど、はい、ツイッターとかで、はい、あのカリスマ .com って書くと、はい、なんか変なとこリンク飛ぶんですよね、はい、あれちょっと難儀ですね、そうですね、あれなんとか、ね、あれなんかあれ対策はどういうふうにすればいいんですか、あれの対策は今のところお手上げな感じですね、お手上げな感じなんですね、はい、まあでもあれですね、今後そのガーッとカリスマ .com さんが登っていって、はい、あの Google もそのうちあれこっちの方にリンクした方がいいんじゃないって気づくみたいな、あ、そっか、なるほどね、そういう感じですよね、そこまで登り詰めなければね、はい、ダメですね、そっか、あ、そう、いつもなんかどうしようと思って結局カタカナにしてしまうんですけど、ね、あ、そうですね、おすすめしてますので、はい、カタカナ今のところはそうか、じゃあ、 あの今ねこれ見ながらつぶやいてる人も、はい、カタカナにしてみましょうかね、カタカナでぜひ、あのお手数ですが、何か質問があればぜひ、はい、よろしくお願いします、はいはい、よろしくどうぞ。なんかその、なんだろう、ライブのステージングとか、はい、あと曲作りとかでこういう人たちに影響を受けてるみたいな、そういうのってあったりしますって話を急に変えるんですけど、はい、そうですね、やっぱり一緒に出演するアーティストの方には結構影響刺激を受けますね、わ、コンピのにも入ってる、はい、水曜日のカンパネラの小萌ちゃんとかのステージとかは、はい、すごく一人でステージに立ってるのに、うんうんうん、自分の世界っていうのをあっという間に作るのが毎回すごいなと思って、うん、すごく刺激を受けます。なんか、客いじりっていうとちょっと言葉が悪いかもしれないですけど、お客さんとこう対話してる感じってありますもんね、はい、うん、そうですね、はい、客席出ていかはりますよね、この間もね、後ろの方まで行っちゃうからすごいな、ね、すごいですよね、てか本当ゴンチさんのこうなんか喋りたい今って感覚って面白いですよね、なんかすごい顔が急に光る感じが、あ、そう、すごく分かりやすいって言われません、うん、言われません、分かりにくいって言われます、本当に、嘘、それはないよ、え、何考えてるとか分かんないってよくいっちゃんに言われる、言わないよそんなこと、あれ多分聞いてないんだろうなって思ってる、いつもなんか聞いてない感ありますよね、すごく ね、 なんかね、聞いてないんだろうなと思って、え、今聞いてたってよく言うじゃん、言う、そうでしょ、それだよ、あ、それは分かりにくいとは違う感じ、え、絶対違うでしょ、だそうです、はい、それなんか多分絶対違うでしょなんか今まとまって帰ってきた感じして絶対違うよ、なんでよ、2人で喋ってるのずっと聞いてたですね、いなんかいいコンビネーション、それはきついです、みっちゃんがきついみたいな、え、別に仲いいでしょ2人、そんなことないでしょ、あ、仲悪いのすごい今声そこ揃いましたね今ね、なんか、ね、普段その遊びも一緒、こうライブも一緒とかいう感じでは全然なくて、はい、遊び行かないですね、いやでも、え、あ、だって中学校から一緒でした、小学校から一緒なんでした、中学校からですよね、はい、長いから、うん、そうかも、中学校の時は行ってました、うん、中高の時は、中高は行ってた、そうですね、一緒にいすぎててっていう感じなんですかね、いやー、それともまた違う気がするんですけど、そういうんじゃない、はい、そっか、はい、仲悪いんですって
参ったね、参ったね、これはちょっとなんとかしてこう仲良くしてもらわないと困るな、あと30分ぐらいでもいい感じじゃないですか、すごいいい感じのあのコンビネーションが、そうですかね、だから曲作りの現場とかそのライブのまあ練習っていうんですかね、の現場とかでどんな感じなのかなっていうのがすごい興味あるっていうか、あー、レコーディングとかどんな感じなんですか、レコーディングは二人は別々に別々に撮ってるとか、別々に撮るとか、あ、特にやることは私ないので歌ってないのでそっか、はい、すごくないですか、そうだ DJ かっこいいですね、なんかその言い切っちゃう感じがすごい、特にやることない、見守ってる、見守ってるんです、はい、見守ってくれてんの、はい、あ、現場にはいらっしゃるんですか、あ、行きます、あ、なるほど、はい、まあ、偉いですね、で、あの、うん、歌詞覚えたり歌詞覚えたりするんですか、歌詞覚えたり、はい、ライブ用にね、ライブ用にあのどこ歌えるかなって思ったり、はいはい、指示したりとかするんですか、指示なんてしないですよそこもちょっとこうみたいなしないです、しないです、興味ある時だけこう食いついていったりする感じなんですよね、きっとそれもないですね、レコーディングの時は興味がないってことですか、それは、いや、何も言わない方がいいかなと思って、あー、なるほど、なるほど、びっくりした世界が いつかじゃすげえ見てるよボンチさんのこと、あぜんですね、あぜん、あぜん、はい、あぜんと、はい、あのこれほじくって聞いていくことが全然わかんないんですけど、はい、3人編成から2人編成になったっていうのはなんかこう、はい、ちょっと音楽性の違いみたいなそういう感じなんですか、あ、だいぶ違くなったと思います、あ、はい、じゃ あの最初に始まりの最初のカリスマ .com とその今のカリスマ .com っていうのはだいぶ違う、はい、いや、あのカリスマ .com になった時点ではもう2人だったので、はい、あの今のスタイルではあるんですけど、その前はもう違う名前で3人組だった時は、ね、もう歌詞の内容から、はい、曲調も結構ゆっくりなのが多かったりしたので、はい、今はなんかこうね、こうちょっとフラワー揺らすというか、はい、結構ね、アゲアゲな感じの曲が多いですもんね、はい、なるほど、なるほど、はい、なんかあれじゃないですか、さっきせっかく調べてたからガールズトークのジャケの画像とか出すといいじゃないですか、あ、そうですね、ガールズトーク今発売中のこの、福澤さんが、というね、描かれた絵なんですって、はい、すごい印象的なジャケットになっております、なんかその、ね、あのガールズトークのライブではライブペインティングとかもされてたんですよね、確かね、そうなんですよね、はい、見たかったなと思いつつ、まあ確かに、うん、でちょっと私台本がね出てこなくなっちゃって、あ、はい、じゃあ僕のメモだけで知りましょうか、カンペがねなくなっちゃったんだけど、ななっちゃった、そう、そのガールズトークっていうのがどんなもんだったのかっていうのをちょっと映像でですね、あの皆さん、見た方もいらっしゃると思うんですけど、見てない方のためにこんなだったよっていうのでちょっと今出ますかね、はい、どうでしょう、今は無理みたいな顔してますよね、あ、出た出た、あ、そうそう、これこれこんな感じだったんですよね、ものすごくパワフルで、なんかお客さんの反応も良かったですよね、すごくね、めちゃくちゃ盛り上がった、うん、なんか結構外国人のお客さんも多かったですね、いらっしゃいましたね、うん、はい、すごい僕の前で喋ってた英語で、で全然聞き取れねえって思いながら困ってたでも終わってから喋ってたじゃないですか、喋ってた、でもあの英語全然通じなくて一番最後に手話ってだけ言いました僕、はい、もちろん手話、もちろん言われたでしょうねなんか言われたんで手話っつってグッバイみたいなそうか、そしてこの曲がガールズトークのコンピレーションの中に入っている曲でしたっけ、この曲じゃないです、ね、これは新しいアルバムの稲付けブルーって曲なんですけど、あ、そっか、はい、あ、失礼いたしました、いえいえ、そして今あのカリスマ .com のお二人はあの新しいアルバムの、ディストッピンのツアー中なんですよね、そうです、はい、大阪と名古屋、名古屋、大阪、福岡はもう行ってきはったんですよね、はいはい、残りは今週は仙台ですね、東京で来週がツアーラストの恵比寿に行ってとるんです、はい、何日最長ちゃんと告知をして、今週は7月の19日土曜日にあの仙台、でどうぞ、はい、7月26日が、東京の恵比寿リキッドルームで、はい、
ツアーファイナルでやりま す,、はい、ます絶対行きます。言い切ったって感じの言えたって感じだったんですか。ぜひ皆さんお越しください。私ちゃんと言えたみたいなのがすごい良かったと思います。やったね。今自分の映像ご覧になってましたけど、はい、どうでした、なんか自分の映像を見て。いやなんかまだ息切れしてないなこれ1曲目だったから、はい、最後の方とかちょっと疲れちゃって、うん、そうですね。なう毎回毎回課題です。これですね、はい、これ が今回のコンペに入っていただいたナウ、はい、っていう曲です。リミックスなんですけど、すごく最初のもともとのオリジナルのトラックも結構攻撃的ではあったんですが、うん、今回リミックスを作っていただいて、カリスマ .com 史上一番攻撃的で、なんだろう、ノリがいいっていうか、もうすごい戦いに向かうような曲ができます。なんか戦いに向かうってすごいカリスマ .com を言い表してる言葉のような気が今すごいしました。嬉しいです。確かにそうですね、戦いに向かう、うん。ちなみにリミックスはどなたがされたんですか。リミックスは私たちがジョージという曲を歌ってたりするんですけど、はい、他の曲も結構手掛けていただいている山田さん、ルクソールの山田さんっていうプロデュースも兼ねて、はい、面倒見ていただいてるんですけど、ですか、はい、作っていただきました。素晴らしい。本当でもなんかなんかね、その戦いに行くのすごい、はい、よく分かりました。ちょっと掘り返してしまったけどそのなんか、まあ、現役 OL みたいなところとその毒のあるなんかリンクっていうところと戦いに向かうというところがなんかすごくなんか自然にすっと落ちてきた感じがしますね。ありがとうございます。で自分 の, ライブ映像とかって、はい、普段とかでもその反省するために見たりとかそういうことってしたりします。たまに見ますね。それはお二人で見たりするんですか。いや、おのおのです、ね、おのおの送られてくるのででも大体反省が毎回あるんですけど、うん、見ずともどこを反省しなきゃいけないっていうのは大体わかるよね、うん、終わった後に、はい、終わったって思うもん、うん、それはなんか毎回ポロポロっていうあライブ終わった後にどちらが主導してというか、あ、まあ、ないくお互いに、うん、これだったよねみたいな、たまにそういう話はします。すごい見つめ合ってるけどなんでだろう。えってなんで、食われるような絵でしたね今えっていう感じ近づいちゃった何ですか、はい、やめてください。まあ、ライブのその反省とかね、なんかいいね、そういうのをでもまあこう踏まえて今後どういう風な形で活動していきたいみたいなのとか、こうやっていく予定とかってありますか、うん、なんか固まっちゃった。ここじゃない？ここ今思いつかなかった。こここそ。どうかな。こここそどう。今カっていう顔はできなかったですね。ね。今すごい考えちゃった。上に来たもんね。うんと思った今。お客さんみたいな顔してましたね。本当ね。完全お客さんだったね今ね。すごい。僕あるんですよね。うん、すごいいいと思います。この間見に行ったガールズトークのライブの時も、はい、どうやって入るかうまくこう。連携取れてない感じでやり直したりしてたじゃないですか、はい、うん、ありました。あれとかすごい思い出して、あ、そういうこういう感じかなみたいな。あ、そうですそうです、グダグダしちゃうのが一応決めてるんだけどね毎回、うん、そう忘れちゃうんだよね。なんでしょうね、なんでしょうね、はい、なんでしょうねっていうのは、まあ、知りませんけど、まあ、その通りなんですよえって私思いますけど、なかなか克服できない要因ですね、はい、それ上司から言われたりはしませんか、お仕事中とかに。あ、仕事中は大丈夫です。ああいうなんか仕事中は大丈夫、まあ、これも仕事中です。違うんです、違うんです、違うんです。いや多分ね、気づいてないだけだよ、固まったきっとあるんだと思う。そうかもしれない、うん、なんかこういうこと言うの変ですけど、すごい話してて楽しいですやりましたね。ガッて見られるとちょっと苦手なんですね。あ、はい、嘘、じゃあもうガッて見られるの苦手なの。複数人の方にえ、じゃあもうダメじゃん、もう今じゃあダメじゃ ん, じゃん汗かいてます今もう。あ、そうですか、はい、本当はダメじゃない。それはなんか残念でした残念でした、わかんないけど歌ってる時は平気なんですけど、歌ってる時は大丈夫、はい、なんかね、喋ってるの時とライブの時って結構スイッチ違いますもんね、はい、なんか MC になるとまたこうわって我に返るみたいな瞬間って結構ありそうな気がします。そうなんです
来てた今、うん、そう自分に戻っちゃうんですよ、うん、それがちょっと苦手。自分に戻っちゃう。なんか自分に戻っちゃう。そうね、こういう感じになっちゃうんですよ。どういう感じ。こういう感じ。今日はそこを突き詰めていこうと思う。なんか、ね、本当ですか。わちゃわちゃした感じで、ね、なんかいいと思いますね。もういいですよ。もう私については放っておいてくださいみたいな。じゃあ、ね、そんな感じなので、そうですね、そろそろ終わりってことにしますか。終わりってことにしますか。でもあの残りのあのほら、はい、ライブツアーのに向けて、はい、なんかこう言いたいことがあればメッセージみたいな、意気込みみたいなことですね。そうですね、また3カ所やったんですけど、はい、またさらによくして最後を迎えたいなと思いますし、あのゲストの方もいらっしゃるので、なるほど、はい、あのとても盛り上がると思いますので皆さんぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします、はい、いつかさん、そうですね、日頃のストレスをぜひ持ち寄っていただいて、ライブで一緒にこう発散できる空間ができたらいいなと思いますので、ぜひ皆さん、ね、はい、お越しいただければと思います。発散しに行こう。ぜひぜひぜひみんなで行きましょう。はい、はい、よろしくどうぞ。はい、リエモンありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。カリスマ .com さんでした。はい、じゃあ、まあ舞台転換用に、はい、あ、ご自分でご自分の僕が現代音楽についてちょこっと話をしている映像をどうぞ。現代音楽にネタを求めるのは間違っているだろうか。どうも、こんにちは、現代音楽にネタを求めるのは間違っているだろうか、案内役の萩原と申します。こんにちは。今回はですね、ペンデレツキというポーランドの作曲家をね取り上げようと思ってます。この人は僕の、まあ、現代音楽作曲家の中でも一番好きな、人でして、この人はですね何が有名かというとですね、この CD なんですけど、広島の犠牲者に捧げる愛歌というですね、トーンクラスターの曲が有名な曲です。トーンクラスターっていうのは、まあ、例えて言うならばドとドのシャープとレとレのシャープとミとファとファのシャープとソみたいな音をグッとクラスター状に塊としてこうぶつけたらどう聞こえるかみたいなところに、着目して曲を作ってあるということですね。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、まあこんな感じでね、かなり強烈な曲なんですけど、もともとこれタイトルに広島っていうのは入ってなくって、なんか日本で初演するときにアドバイスを受けてこのタイトルになったらしいですね。で、この曲はまあ冒頭部分のクラスターの部分もすごい強烈でかっこいいんですけど、途中でですね、弦楽器をパシパシ叩いたり、ブリッジのこっち側を弾いてキュ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 みたいな、少し弦楽器の特殊奏法ね、の部分も多めになってるんで、その辺に興味がある人もまあ聞くといいかなと思います。で、まあ、ペンデルツキは結構トーンクラスターで有名な人だとまあ思うんですけど、他にもですね、すごいいわゆるクラシカルな作品も作ってまして、例えば宗教音楽、ね、みたいな曲も作ってます。ちょっとそれも聞いてみましょうか。こんな感じでね、なんかとても美しいハーモニーというか響きというか、そういう曲がね感じられたんじゃないかなと思うんですけど、あとはねペンデレツキではまあ確か同じアルバムに入ってたと思うんだけど、ハープシコードとオーケストラのための曲もあって、これもねかなりかっこいいんですね。ちょっと聴いてみましょうか。そんな感じのペンデレツキなんですけど、まあ、この広島の犠牲者に捧げる愛歌はですね、トーンクラスターの中に、まあ、トーンクラスターなんでちょっと当然といえば当然なんですけど、微分音というですね、半音の半音みたいな、もっと細かく音を区切っちゃおうぜみたいな、そういうのも、使ってまして、で微分音といえばっていうことでですね、今度はペンデレツキじゃなくて
ロシア出身のフランスの作曲家でですね、イワン・ビシネグラツキーっていう人がいるんですけど、この人もですねピアノの微分音の曲がすごくいいんですね。ちょっとまあ聞いてみましょう。はい、そんな感じで、ね、なんかこう絵も言われぬ気持ち悪さが気持ちいいみたいなね、こう半音同士でぶつかるよりももっと細かいところで音がぶつかるんで、その辺がまたあの気持ちよい音響になってるわけなんですけど、微分音ですね、なんか僕これも結構個人的な意見なんですけど、もちろんあのピアノだけじゃなくていろんな微分音の曲があるんですね、バイオリンとかフルートとか。だけどなんかピアノの微分音の曲はですね、こう気持ち悪さ感がよくあのより強烈に出てですね、とても素敵だなと思ってます。であのビシネグラツキーの曲のコンサートを一回見に行ったことあるんですけど、どうやって4分の1音ってやるのかなと思ったらですね、4分の1音だけずれた、調律をしたオクターあのピアノをもう1台置いて、2台のピアノで2人の人で1曲を弾くみたいな、そういうことでやってましたね。なんか2人の息の合い方が半端ないというかですね、何でしょう、2人分ちゃんとギャラ出るんだろうかっていうかですね、あとあのこの2人の息の合わせ方を何て言うんでしょう、このテクニック度合いがこう無駄遣いすぎてたまらないみたいな才能のね、そういうところがとてもあの素敵な曲になってます。まあちょっとなかなかねコンサート見る機会はないかもしれないんですけど、さっきのペンデレツキの広島と一緒に、こちらも聴いてみてください。じゃあさようなら。はい、まあね、そんな感じで現代音楽にネタを持てるの、はい、ネタを求めるのは間違っているだろうかっていうですね現代音楽ね紹介コーナー、うん、あの撮影を昨日の夜やって、バリカンで頭とひげを剃って今日に至るみたいなそんな感じです。はい、その説明いるのかな。まあいらないと思いますけどねで、まあちょっとネタの方もね、はい、来月がそうですね、ちょっとネタ最終回、ネタがもう困ってきてますので、はい、ネタ切れということで、ネタ切れということで来月最終回になります。お楽しみに。では早速2組目のゲストをご紹介します。マジカルミラクルウルトラスペクタルな J-POP ロックユニット、惑星アブノーマルさんです。こんばんは、よろしくお願いします。いやーもうなんかね、あの始まる前にドキドキしますって言ってあの新鮮な風を私に吹いてくそうですね、まあ、結構あのミュージックシェアこういう言い方するのもなんだけど、はい、おっさん出るの多いですもんね。そうです ね、もう私たち もう筆頭に、まあまあ、まあまあいい感じの年齢ですから ね、そうですね、はい、もうおっさんなんで、はい、割とねおっさんばっかり出てるんですよこの番組は、はい、で本当に今日初なんじゃないですか、こんなういういしい会話。そうですね、うん、ストッキングが光ってるのは初めてだと思います。そうですね、はい、そこそうです、なかなか光らないです。光らないですよね、はい、その前にお名前をご紹介、自己紹介をしていただきましょうかね、はい、惑星アブノーマルで歌をやってるアレックスタネコと申します。よろしくお願いします。はい、惑星アブノーマルのキーボードのテナオンディーヌです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもなんかどうやって結成されたかみたいな、その辺の話をまず伺ってもいいですか。はい、まあ結構ざっくり言うと、まあ、彼女にストーカーされて、私がストーカー、はい、待って、そんなにひどいストーカーじゃないですけど、誤解だよいや誤解じゃないよ、あなんかあの大学に、はい、大学が一緒なんですけど、はい、その先に私が1年先に入学してて、で彼女が1年後に私がその大学でライブしてるのを見て、うん、それでなんか入りたいなみたいに思ってくれたみたいで、で入った後に割とこうなんか無言のストーカーがすごくて、はい、もともと無口なんで、はい、なんか何も言わずになんかもう僕らの間ではストーカーなのかなこの人っていう感じに進んでますけど大丈夫ですかね。いやなんか大丈夫です、テナさんこうちょっと言った方がいや全くの誤解なんで、でも本当に怖かったんですよ。私が練習してる時にずっとこう怖かったんだいや最終的にそれが癖になるみたいな感じだったんですけど、いい話には終わるわけですねいい話には終わったんですけど、
まあ、ずっといて、である日ちょっと私が他のバンドをやってまして、はい、なんかキーボーディストが欲しいなみたいになった時に、うん、あ、そういえば変な子いたなと思ってちょっと一回誘ってみて、一回スタジオ入ってみようって言って入ったら、なんかすごく良くて、うん、なるほど、むしろ他の人がいらないなってなっちゃってで、まあ、バンドの人たちをちょっとさよならして、彼女と一緒に。すごいですね、なんかちょっと逃避行っていうか駆け落ちみたいになった、はい、ちょっと古い言葉で言うと略奪愛みたいな略奪愛ですよねで捨てるっていうね、いいですね、なんかね、なんかさっき の, あのカリスマ .com さんもなんか3人から2人になってこうガーっていくみたいな感じあったと、2人になるといいんですか ね, な ん, かね、なんとなく大学からか、女の子の2人でも、女の子多ければ多いほど多分見にくいことになるんですよね。あ、なんか、うん、あの僕らがあれですね、男子中学生の時にわーとか言ってた横でいろんなことが行われていた政治的なやつでしょそう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 、それそれそれ、最近ウィキペディアでスクールカーストとか読んで、あ、そんなことになってたんやみたいなあと新さんなめこの人 の, あの女子の国は今日も戦争っていうですね本があってですね、それはすごいとても面白いですよね。すいませんね、すいませんね、ちょっと急に喋っちゃったまいい、アニメ、アニメというか漫画好きなんですよね。あ、すごい好きです。ランマ2分の1とか、あ、うん、それは結構 おじさんも知ってるよ、それ私も知ってるよおばさんも知ってるよ。いや、もう高橋留美子がすごく好きで、なんかね、結構あの、でもあの人ちょっとおかしいんちゃうかなと思うんですね、うん、うるせえやつらとか気狂ってません、なんか気狂ってますね、何回おっぱい見せんだってくらい、うん、おっぱい毎回出てくる、せやし、あのすぐあの焼き餅だけでビリビリってく電気でね、そうそう、うん、おかしいでしょう。まさかでもこんなに話の骨が折れるとはね思わなかったすいません、すいません、ちょっ と, あのもう少しあの結成の経緯とかをちゃんと話しましょうかなすいません、すごい戻るけど、うるせえやつらの話で盛り上がってもしょうがないもんね、なんかねそれはあの裏でしたらいいことですよね、まあ、でもすごいユーストっぽいとは思うけどね、ユーストとかおとといさんとかの TV フラットっぽいっていうんですかね、うん、そう、すごい今フォロー入れた感じだね俺、まあいいや、はい、だって、はい、テレビは、はい、テレビみたいにはもうできひんもん絶対、まあね、うん、はい、うん、はい、もういいや、その話は、まあ、後でしましょう、はい、ごめんなさいね、そうそう、あ、惑星アブノーマルさんの2人もあの先ほど、のカリスマ .com さんと同様ガールズトークに、イベントに、ね、出演されたんですけれども、イベントに参加してみていかがでしたか？なんかこう同じ世代、大体同じ世代の、ね、女の方のアーティストがこう大集合するみたいな感じだったと思うんですけども、うん、いやすごく楽しくて、ガーリー系アーティストっていうことで集められたと思うんですけど、うん、もう個々人ですごいかなり個性が違くて表現したいことも、ね、はい、なんかあのジャンルもね結構いろいろ混じってましたしね、すごい色とりどりで面白かったです、うん、確かに色とりどりだった、なんかいろんなバンドあった、うん、いかがですか、テーマさん。あ、そうですね、同じ多分年代の方の同じ女性アーティストの方たちがいっぱいいると思うんですけど、やっぱりそれぞれ違うものを持ってるからこそ、なんか なんだろう、なんとも言えないパワーとかもらってすごく面白かったです、うん、ストーカーしたなるような人。いや、それはないですねごめんね、なんかあまりにもストーカーストーカー言いすぎて、私結構個人プレー激しいんですけどね。え、何の話個人プレーが激しい。ストーカーとかしないんですよ。え、してたじゃん。してたよ。してない、してない、それちょっと後で話してもらってそれは後にしてもらってじゃあ、もともとはその、まあ、あの話すごいギュッと戻りますけど、バンドを、やられていて、そこにそのファンとしてライブを見られていたって感じなんですかね、テナさんの。あ、そうですね、なんかファンとしてその時はタネコのことを見ていてすごい感動したという感じです、ね、じゃあ、そんなファンだった方のと一緒にこうやってるライブの時のガールズトークの時の写真があるみたいなんで、ちょっと見てみましょうか。ちょっと一緒に見てみましょうかね、ドン、はい、おお、衣装かわいい。あ、ありがとうございます。かわいいですね。これ作っていただいて。あ、そうなんですね。はい、へえ。おお、これウィッグかぶってる感じですかね。そうです、そうです。かわいい。
惑星アブノーマルさんってこうなんかまたネーミングも面白いネーミングだなと思ったんですけど、うん、こうなんか由来とかなんでこう名前になったとかあるんですか？いやその作った時は、とにかく変な名前変なことしたいっていうのが目的だったんで、うんうんうん、変なことしてるんだよって分かりやすいのがいいなって。確かに分かりやすいアブノーマルって書いてありますもんね。そうなんです。結構やってることは分かりづらいかったんで、名前ぐらいは分かりやすくしたいなと思って、ただもうちょっとそろそろなんか最近は変なこともなんかやり尽くしちゃったなみたいな感じなんでバンド名ちょっとどうすかなとか思ってるんですけどまあ最初はそういう感じでした。曲作りとかはどうやってやられてるんですか？曲作りは私が基本的には作詞作曲して、うん、持って行ってっていう感じで、スタジオで一緒にお二人で作られるみたいな。そうですね、うん、まあ、でもその時も持ってっちゃう時は大体もうそのいつもサポートしてもらってる人たちも一緒に、うん、なるほどなるほど、はい、ちなみに今日はその、ガールズトークの、コンビに入ってる収録曲は聴けるんですかね？聞けます。お楽しみです。楽しみですね、うん、アコースティックバンジョーなんですけど。あ、そうですよね、はい、というかあれですよね、愛してやまないですよね。あ、そうですよ、はい、あれすごいいい曲、すごい好きなんですよね、うん、僕あのおっさんの割に恋愛脳なんで聞くと泣きそうになるんですよね、なんかね。ありがとうございます。さっきのリハでもちょっ と,、ね、ょっとうるってしたはってうわキモッと思いましたそんなこと思われてたんだ俺。いやいやいやどうしよう、ちょっとショックだ嘘嘘まあ嘘じゃなくてもいいですよ別に、はい、関西人なんでどうしてもこう膨らませたくなる癖があってね、はい、で、そのイベントでももう非常にこうね盛り上がっていたあの惑星アブノーマルなんですけれども、そのお二人がですね、まあ、音楽に携わっていく上で、影響を受けたことっていうのってあったりとかするんですか？あ、そうですね、一番影響を受けた人はやっぱり、小学校6年生ぐらいの時に姉の方がもともと椎名林檎さんが好き でそれで私に聴かせてくれて、罪と罰っていう曲だったんですけど、すごいもうショッキング でそこから結構ずっといろんなアーティストさん本当好きになったんですけど、結構長い間ずっと好きです。椎名林檎さんをずっと好き。そうです。りなさんは？あ、はい、私の方はアジアンカンフージェネレーションさんのことがその青春時代にすごい青春いや今も全然青春時代ですよなんか、まあ、過去の青春時代の時にすごい、うん、なんか友達とかと一緒になってすごい夢中になった存在で、それまでの音楽観を変えてくれたバンドさんっていう感じですね。なんかやっぱりそうやってこうちょっと変わったことというか、こう自分の価値観を変えてくれるみたいな存在が割と好きみたいなところなんですかね。あ、多分結構その時々によって価値観変わるので、やっぱきっかけになる人とかものとかなんか何でもいいんですけど、なんかそういうものに影響されるんだと思います。その谷子さんのライブを見られた時もやっぱりガーンと衝撃を受けたみたいな。そうですね、なんかやっぱり人生で初めてのなんか価値観だったんですよね何ですか、ドヤ顔しないでくださいごめんごめん、ちょっと嬉しくなっちゃったあ、嬉しくなっちゃったんだツンツンってしたくなっちゃった。その時は全然今とは違うようなことやってたんですか？その時は私本当にあの音楽始めたのが大学生だったんで、何も分かってない状態で、で当時やってたバンドがもうメタルみたいな感じだったんですけど、メタルっていうジャンルも知らなかったんで、わーってやってて、うん、楽器は弾けはったんですか？いや弾けないです。当時も曲は作ってたんですけど、人前で演奏できるレベルじゃないんで、ボーカルで。どうやって作るんですか、そういう場合。でもともとメロディーと歌詞が先にできちゃうんで、それにコード乗せるだけって、もうコード乗せるのに時間かかるみたいな感じで当時から作ってました。その作業は楽器は何使われるんですか？キーボードですね。ギターも使ったことあるけど基本的にはキーボードで作ってます。そうか、なるほど。
ちなみに道夫さんはどうやって作るんですか？私はもうあの最初もう4つ打ちのキックから入れ始めて、キックから入れるんだすごいね、なんかエンジニアみたいだね。いや多分なんですけどメトロノームの代わりに使ってるんです。でそれでバンバン弾いて、うんうん、なんかまあ私の話はいいじゃないですか、まあね、すいませんねすいません、あんまり話広げられなくて、とんでもないですよそんな反省会はゲストに気を使わせてしまって本当申し訳ないです。なんかあのちょっと話は変わるんですけれども、はい、お二人にあの事前にアンケートをこう、伺ったんですけれども、なんか音楽以外にねハマってることなんですかって言って、でさっきの話につながっていくんですけど、そう高橋留美子さんが好きだっていう話があって、で、テナさんが漬物とフラダンスとヨガっていうね、あの漬物って書いてあって、主婦の趣味じゃんそれ漬物ってすごいなと思って、じゃちょっと漬物について喋りましょうか。そうぜひ漬物なんかそんな詳しいわけじゃないんですけど、なんかもともとなんか浅漬けとかたくあんとかすごい好き で最近なんだろう、さっぱりしたものとか食べたくていいキャラだな。 でなんかちょうどお店見てたらなんか 450g ぐらいで100円とかいう、なんか梅カツオのなんかたくあんを見つけたんですよ。それを見つけてすごいなんか美味しくて毎日ボリボリ食べてます。もう本当にもうやめられない。作るのが好きって感じですか、それとも食べるのが好き？食べるのが好きです。漬物は自分で漬けたりはしない？まだそれはしてないですね。ぜひそれもねやっていただきたいですね、うん、浅漬けとか簡単なんで多分やってみるといいと思いますよ。ちょっとやってみます、うん、それを食べさせるとなんかすごい構図としてはいやでも食べたい。私じゃあ私ぬか漬けやるから、うん、浅漬けやろ。分かった、そういう曲作ってください。浅漬けと ぬか漬けの面白そうですね、曲にしても、うん、じゃあそれもトライしようか、うん、いいですね、新しい指針が今生まれたここでそれでこそ惑星アブノーマルでしょ。漬物の歌っつってねフラダンスはあのいつ練習されてるんですか？あ、なんかまだ調べてる最中なんですけどまだなんか、なんかまだ始まってなかったんですね。まだちょっと興味ある程度なんですけど、うん、でもあのなんかもともと持久力はあるんですけど筋力がないみたいで、なんかいろんなとこは体痛くなるんですよね。それはライブ中とかもですか？ライブ中よりはライブ後の方が、いやリアルな話、はい、あの整骨院でリハビリ受けてるんですよ今あまりにも筋力がなくて、やばいよね、うん、そうだからちょっとなんかダンスとかそういう体幹っていうんですか、はいはい、そういうものを鍛えるものをやんなきゃとか思って、うん、で最近調べてるって感じですね。ヨガもまだやられてはない、うん、まだお調べになった、うん、まだ調べてます調べてる途中。漬物の方が私の中ですごいウエイトが高いんですね。なんで書いたんだよ、うん、漬物の方がね。でもそしたら担当をぬか漬け浅漬けの方が体力つけられるんじゃないですかね。あ、ぬかの方が大変かもね、うん、そうかき回さなきゃいけないから。どうでしょうね、そこをちょっとスイッチしていただいて、うん、でもなんか弾いてるなんか鍵盤弾いてる時にすごいぬかの匂いが、はい、まあそれは嫌ですね。飛んできたら、ね、まあそれは、うん、まあそれはいいや、それでも、うん、でもマイク持ってる手がぬか漬け臭いのもどうかと思いますよそうですね確かにね、うん、あとはあれですか、じゃあ、高橋留美子さんの高橋留美子さんにハマってるんですか、それともでも、ね、90年代のそういうのを、年代的にでも違うでしょ。てか漫画アニメにハマってるっていうよりは、うん、そういうのを見ながら絵を描くのにハマってて、あ、絵を描くんだ、はい、ただそのあでもランマ2分の1はもうすごい小学校の時から読んでて好きなんだ。すごい好きで、あれも結構狂ってますよね。だあれお水かぶったら女になり、お湯かぶったら男に戻るみたいな。そうなんです、そうなんです、ですごくいいのが、うん、そのランマがランマ主人公のランマが生き生きしてますねすいません今日一番の大丈夫です、そういうのありだと思います、ありがとうございます
ランマランマ言いまくってるんですけど、ランマがこういろんな女の子に結婚しろって言い寄られるんですけど、うん、でいろんなこう誘惑もあるんですけど、最終的にいつも常にヒロインが好きっていうのが大事なところなんです。あ、なんかガーリーだ。本当だ。この回はこの子が好きとかいう現代的な感じじゃないんです。なるほどなるほど。いつでも実はヒロインが好きっていうテーマがたまらないです。いいですね、なんかいいね。大丈夫ですかこれ。はい、すごくぴったりです。ありがとうございます。ちょっとあのおっさんなのに恋愛脳としてはちょっとドキドキしましたね今ね、なんか、はい、でもこの後絶対ライブで、ね、あれを聞いてまた泣くんだよ、うん、また泣くんだよね多分、うん、本当にちょっとちらって見てくださいね、うん、絶対この辺も光ってますから。で気持ち悪って思ってください。あの人泣いてるって。うわっつって 笑っちゃうかもしれないけど。見ないようにしないとね。そう、見ないように見ないようにしないとね。次アピールしたりしてね、ほら俺泣いてるよみたいな。ほら見てみたいな。気持ち悪い。見ないように、見ない方向で、見ない方向で、はい、というわけで、お時間になりましたのでね、やっていただけますかね、はい、ライブの準備の方をお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、さてさて、このライブの準備をしていただいている間にですね、徳佐市健吾くんのクラシックアワーをご覧ください。どうぞ。はい、今日はですね、吹奏楽のお話をさせていただこうと思うんですけども、吹奏楽の話をね、誰にすればいいかってことですよね。吹奏楽のもうこんな奥の細道みたいな話は誰としたらいいんだっていうことなんですよ。まあ、クラシック聴きますっていう人はねいらっしゃると思うんですけど、ごくごく一般、もういろんな価値観のある、もういろんな文化ごとのあるこの広い世の中にあって、吹奏楽の話をしようっていう時に誰としたらいいんだっていうことですよね。で、まあ、今シーズンなんですよね。コンクール、吹奏楽コンクールというのが、夏、文化系の甲子園とかね、言われて、ものすごい盛んです。もうものすごい盛んなんです。吹奏楽コンクールというのは。で、それはもう密着でテレビで取材をする番組があったりとか、そういう物語の部分ですよね。気持ちみたいな部分、成長物語としてもものすごく注目されてますし、実際にめちゃめちゃ熾烈なんですよ。びっくりする、びっくりしますね。びっくりするほど細かいところを競ってるんですよ。で、まあそうですね、中学高校とかが一番加熱してるんでしょうか。もう学校の名をかけて、まあ本当甲子園ですよね。もうメンツをかけて、もちろんその一人一人の高校生の思いみたいな部分も込みで、もうめちゃめちゃ熾烈なんですよ。で、その歴史ももうちゃんと調べてないですけど、だいぶ長いですね。雑ですね。だいぶ長いっていう、だいぶ長いです。で、そのコンクールの歴史がどんどん積み重なっていくがゆえに、コンクール的な、まあ、ある種戦略というかね、大人の嫌な言い方で言えば戦略的な、あるいはもう構造的にそうなっていかざるを得ないような進化の仕方をします。吹奏楽というものが。で、そういうコンクールの文化というのがあって、で、アンチの人もたくさんいるわけですよね。吹奏楽ってのはあれはダメだろうみたいな。で、アンチもたくさんいて、熱狂的なファンもいるっていう文化があります。で、まあ、何がアンチかっていうと、まあ、やっぱりクラシック教育の中の一翼を間違いなく担っていて、吹奏楽という分野が。で、そこから、そこを入り口に、クラシック、まあ、楽器奏者としての道であるとかね、に開かれていくっていうところがあるんですけども、その中で過剰な、まあ、競争ですよね、コンクールで。そのコンクールの審査の仕方っていうのが、
これはもう、まあ、誰が悪いわけでもなく、凄まじい数の演奏に優劣をつけなきゃいけないっていうことになるので、減点方式になるわけですよね。で、じゃあその減点となる対象はどういうことなのかって、それは例えばピッチであったりとか音程であったりとか、縦がちゃんと一緒に出れてるかどうかとかっていう、すごく基礎的なテクニカルなところに始まり、こういうものが結局10校とかね、10団体とかが並んだ時に生えて聞こえるバランスの取り方っていうのはこれだっていうのが何十年もかけて、まあ、で冷たく言えばデータ化されていってるわけですよね。でそういったものが、まあ、奇形化せざるを得ないというか、音楽のそもそもの快楽であるとか、まあ、教育的に言えば音楽のこう自然な呼吸感みたいなものを失してるんじゃないかという批判というのは毎年あるわけですよね。で、そのというか、そんな土壌の吹奏楽の中で僕は一つだけおすすめしたい音源がありまして、で、それはね、高校生の演奏なんですよね。で、それは、もうすごく吹奏楽の中では有名ですけど、野場高校、5分来てしまったんですけども、じゃ次回、っていうか次回、もうな、何をね、月一のものをつなぐかってことなんですよ。次回っていう。前回もやったんですけど、5分でまとめるスキルのないっていうのも大反省ですよね。次回は、野場高校の演奏についてっていう、これ誰が見ます、これ。吹奏楽。これ、見てくださいよ、これ。ちゃんと。お願いします。徳差健吾くんのクラシックアワーでした。徳差健吾くんはですね、ドラマとか映画とかCM とかの、音楽を作っている作曲家の、方です。ちょっと変わった方なんですけどね面白い方なんですけど、はい、ということで、それでは聴いていただきましょう。惑星アブノーマルさんのライブです。どうぞ。はい、Ooh.
るよ夜の海で浸した歪な愛永遠になり極めれば極めるほど腐れいく腹がこぼれ止まれ君を思うこの気持ち僕ごと優しいよ君に一言好きだと言えばこんなのやめてあげろリバーバーラサラリエアブノーマルです。よろしくお願いします。ワン、ツー、スリー。あなたを愛してやまないこと私は今でも変わっていません。それでもさよならしなくちゃいけないわかってわかってよねえ。
かった。じゃあ次、続いて、新曲をやります。聴いてください。人生はロマンティック、ワン、ツー、スリー。ロマンティックな夜にしたいの、明日のことは差し置いて、仮にピンチが続いちゃでもさ、そうね、それこそ望むところ。人生はロマンティック、次で最後の曲です。最後までありがとうございました。息づく、
返して何度も叩きつけられて魔法とか希望とか絵の手見ては君を待つ夢にまで出てきて泣かせないでよ答えなんて知りたくないのさ夕暮れで気づかされてもくじけないで夢を見るよ学生アブノーマルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に素晴らしく、ね、パワフルなライブでしたね。暑かったですね。なちょっと目がちょっとそんなことない泣いたみたいですやっぱりで、ここでですね、まあ、私たちの番組はまあ、みんな恋でこうやっていて、まあ、全員スタッフフルボランティアでやってます。でもう音楽が大好きでいい音楽を皆様と共有 したいなっていう感じでねやってるんですけれども、ここのお店も西麻布のプレッツなんですけれども、もうご好意で貸していただいております。ありがとうございます。なので
今日は12時まで空いてますので、まあ、お酒ね美味しいんでねたくさん飲んでいただいて、お店の方にも協力してくださいねというで、ミュージックシェアも寄付とか全然受け付けてますから、はい、チャリンチャリンってね、はい、いやパサパサの方がいいなパサパサお金をくださいみたいな、はい、そね、欲しいカメラと、はい、機材がね、はい、いっぱいあってね、はい、なんかもっと綺麗なほら映像で お届けできたらいいななんて、まあね、はい、ハギーもね、はい、綺麗にね、僕の相性、はい、まあ、いいや、ハギーも綺麗に撮れるみたいな、そうですね、はい、うん、ね、というわけで話が自分とこの番組の宣伝になりましたけれども、はい、こんなもんですかね。そうですね、はい、じゃあなんか皆さんまた交えて、そうですね、カリスマ .com さんもこちらの方にぜひお願いします。はいはい、ありがとうございました。皆さん、例えばアクセアブノーマルさん告知とかを全然聞いてませんでした。あ、そうですね、そちらのマイクで3日後の7月18日に惑星アブノーマル企画っていうのが惑星アブノーマル企画っていうのが渋谷ミルキーウェイでございまして、その日はさゆりさんとクワイフとエンソロールズっていう私がすごい大好きな人たちが出てくれるんですけど、すごい素晴らしい企画になると思うんで、ぜひ遊びに来てください。今日はねチケット売ってるんで、そう、現地にいる人はぜひね、現地って現地ここですけどねここにいる人はぜひちょっと買っててくれたらなって、ネットでも売ってるんでぜひよろしくお願いします。あと、カラスは真っ白っていうバンドとリリース、カラスは真っ白のリリースツアーっていうのに一緒に回らせてもらうことになりまして、北は北海道から南は九州までいろいろ回りますのでぜひそれも楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、カリスマ .com さんも入っていただいて、カリスマさんもこちらにどうぞ、どんどん前を横切っていただいて、私マイク渡しとこうかな。そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかすごい晴れやかな顔して終わったぞみたいな感じのほっとしてます。あ、ほっとしました、はいはい、それは良かったと思います。もうみんなちっちゃくて可愛い、本当にそんな感想でいいのかよみたいなちょっとすいません、ちょっとマトリョシカみたいになってない、なってないですねはい、というわけで本当に、今日のゲストはカリスマ .com さんと惑星アブノーマルさんでした。見ていただいた方もありがとうございます。で、まあ、告知等々はホームページを見てご自分でチェックしろということでよろしくお願いします。で、来月のゲストはですね、中塚武さんと、ザッカーのお二人が、来てくれます。来月何日だったっけかな、忘れちゃったな、8月26日ですね。はい、また見てください。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、多分おそらくまだ時間がね余ってるはずなんで、この後片付けの風景などを流しながら終わっていきたいと思います。音は出ませんのでということで、はい、ありがとうございました。これ